理解とご協力をお願いします。航空機への搭乗と現に慎んでいただきますようお願いいたします。ということで部屋に着いたんですけれども、ちょっとここの電気が一向につかなくて困っております。ここでもない、ここでもない、どこだこれ、まずいぞこれ。ごちそうさまでした。はい、ということでですね、先ほど油そばを食べてきて、ちょっと時間がなくて、今からじゃあ編集しなきゃいけなくて、その時間がないし、ちょっと右も左もわかんない状況だったんで、真正面にあった油そばを食べてきたんですけれども、まあ、今帰ってきて、今が10時半ですね。明日が、後から那須さんが来るということで、僕自身一人の撮影になるので、一旦レンタカーを朝取り行って、そこから編集所に向かうという形なんで、まあ、7時半ぐらいに起きればいいのかな。ですけど、それまでに一本終わらなくさなきゃいければならない編集がありますので、まあ、ちょっとここから頑張って、多分ね、2時間、3時間ぐらいで終わるんじゃないかなということなので、まあ、ちょっと頑張っていきたいと思います。飛行機の中でも寝やしたんですけど、これを頑張ってから、今日は寝たいなと思いましたね。ちょっとね、モンストだね。はい、したいと思います。お疲れ様です。ということで、頑張っていきたいと思います。
い、ということですね。ただいまの時刻が1時56分ということで、予想通りですよね。確か3時間って言ったような気がするんで、2時ぐらいに終わるかなって予測してたところ、1時56分でございます。素晴らしいです。素晴らしいかわかんないけど。ということで終わりましたんで、これ書き出し終わって、送って寝たいなと思います。ということで、お疲れ様でした。バイバイ。はい、ということでおはようございます。ということで昨日、前入りしまして、今日は朝からヴィッセル神戸の練習の方を見に行っていきたいと思いますので、那須さんね、おそらく後から来る予定ということで、先に僕が、練習の方を撮影していきたいと思います。現在9時ということで、ここから練習場に向かっていく感じなので、早速行っていきたいと思います。今日も頑張ります。行ってきます。はい、ということでですね、まあ、今こちらグラウンド逆行ですけど、今ヴィッセル神戸の撮影が終わりましてということで、1時間半ぐらいかな、そんなやってないのかな。今日は午前練午後練の2部練習ということで、で午前練だけ公開練習ということだったんですけれども、まあ、詳しいね練習内容だったりっていうのはナスチャンネルの方で、全公開しておりますので、そちら見てほしいんですけれども、いやー本当に期待の持てるというか、コンディションというところも上がっておりましたし、僕はナスさんの撮影含めてイニエスタ選手というところは何回か合わせてもらってるんですけれども、まあやっぱり、いつ見ても、本当に素晴らしい選手だなというところもありましたし、まあ途中ね、シュート練があったんですけど、まあそこではね、イニエスタの選手の、まあシュートもとても素晴らしくて、さすがだなというプレーを改めて見させていただきました。まあちょっとね、このグラウンドを早く出なきゃいけないということで、感想の方は後ほど車の方で喋ろうかなと思いますということで、まあ一旦今日は、このヴィッセル神戸の撮影が終わりましたということで、お疲れ様です。はい、ということで改めてお疲れ様でした。いやー本当に、まあ、ヴィッセル神戸ね、昨シーズンというところは13位で終えて、監督も結果的には3回かな、暫定監督を組めると4回変わったっていう、まあ、本当に難しいシーズンで、まあ、シーズン終盤にね5連勝して、まあ、吉田大成のもと、吉田監督はこれで3度目の就任になったと思うんですけれども、まあ、しっかりと最後5連勝というところで、まあラストは2節というところは川崎とマリノスかなというところに2連敗してしまったんですけれども、まあ、そこの5連勝でしっかりと残留を決めてということで、今シーズンに挑むこととなりました。今季というところは、まあ、目立った補強というところはそこまで、まあ、多くなかったものの、まあ、ピンポイント補強という形で、セレッソ大阪からパトリック選手であったり、まあ、井出選手だったりということで、まあ、いろんな選手をね獲得してきた中で、まあ、今シーズンいよいよ挑むというシーズンになります。まあ、ヴィッセル神戸としても本当に難しいシーズンになると思いますし、ヴィッセル神戸にかかる期待というのは毎年、まあ、本当に高い予想をねされるので、まあ、難しいところはありますけれども、まあ、今季というところは、まあ、僕が見た限りね本当にキャンプが始まって、まあ、クラブ史上最速の1月6日から、このクラブが始動して1月10日からですねこの沖縄キャンプをやっているわけなんですけれども、まあ、本当に充実したというか、今日が20日ですので、まあ、キャンプが始まって10日というところでありましたけれども、本当に、まあ、皆さんいい表情をして、まあ、いいねコンディションを保っているなという印象がありましたので、まあ、期待していいんではないでしょうか。まあ、今日というところは午前中にこのヴィッセル神戸の練習というところを撮らせていただきましたので、まあ、ちょっと時間が空いて、夜にですねまた別の撮影がありますので、まあ、そちらまでちょっとゆっくりして、那須さんを迎えに行ったりというところで、していきたいなと思います。まあ、本当にヴィッセル神戸、面白い練習だったりというところもしてましたし、撮影してるだけだと僕自身もちょっとやりたくなるなって気持ちありますけど、まあちょっと今回はいい撮影だったなというところを報告させていただきたい、プラス、まあ、ヴィッセル神戸、今季期待してもいいんではないかというところについて喋らせていただきました。まあそうですね、あとは、最後インタビューの方させてもらったんですけども、サンペル選手は、まあ、昨年膝のね大怪我ということで思うようなシーズン送れなかったものの、まあほぼもうマックスの状態に来ているというところも話しておりましたし、もう膝の心配はないよというところも話しておりましたので、まあそこは、今季の大きな、まあ、補強というか、まあこのサンペル選手の復帰はですね、補強ぐらい本当に大きい復帰になると思いますので、まあここも期待して見ていければいいのかなと思います。ということで、ちょっと運転して那覇空港の方に向かっていきたいと思います。お疲れ様でした。また後で。陽介、もう、うん、俺個人で言ったら、チーム力全体を考えたら、はい、ということで帰ってきまして、帰りのワインまでこちらバイアリース沖縄限定のものを買ってきましたね。で帰ってきて現在10時16分なんで、まあ今日撮ったデータをパソコンの方に移す作業をしておりますので、まあちょっとゆっくりしたいと思います。バイバイ。